下関市の吉母小学校にタケノコを送ったのは北九州市の大間小学校です。両校は1959年に大間小の児童たちが下関に海水浴に来た時、吉母小で雨宿りをしたことがきっかけで交流が始まりました。海が近くにある吉母小と山がある大間小、海の子と山の子交流と名付けられた関係は60年以上続く恒例行事となっていて、毎年春には大間で採れたタケノコが吉母小に届けられます。今年は例年に比べて収穫量が少なかったそうですが、122本、およそ250キロのタケノコが送られました。私はタケノコの煮物が好きなので食べるのがとても楽しみです。タケノコは子どもたちが持ち帰るほか、地域の人にも配られ、それぞれの家庭で味わいます。美味かったです。タケノコどうやって食べたいですか？タケノコご飯にして食べたいです。今月28日には吉母小の全校児童8人が大間小を訪れて交流する予定です。